時間がある時はちゃんと休むのよ。お母さんはきっとこれが好きだよね。Thank you.
ことし逃がさないわ。
けじゃこの寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確この寒波の中心に近づいているということだ。者が残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな係屋がブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は下層部の。いえ、いや、やめて。抵抗するな、ブローニャ。共通の意思を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろ、ブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間、私たちは絶えず挑み、絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳は。そこまでよ、魔女ゼーレン。やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ゼーレン、それにみんな。もうよいか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブローニャ。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら喧騒者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、
新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意思に従えと強制したことはない。いずれにせよ貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は人々が築き上げた世界を孫悟すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面、地面が揺れてる。何が起こってるの？まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。動物エンジン。これは剣装者の古代ロボット。みんな気をつけて。Thank you.
即戦即決で行こう。あっ、うちなかなかやるな。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。この曲をあんたに。もっとこの機会を逃さないで。ルールは破るためにある。聞こえるか、力が湧き立っている。歌っているのだ。性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。警戒して。くらえ。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。始めようか。軟弱で愚かな人間だ。どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。
宇宙。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに？前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか、ボロボロになった彼らが劣界の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。ためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある？先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと正確を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。冷静？何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして？いつからそんなに冷たくなったわけ？セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の居場所はない。こちらに押し寄せてきます。ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか？誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。劣界の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか？彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私、
私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早いブローニャ、まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。そうだ、だが私たちに彼女を責める権利はない。この700年間熱海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは信念でも富でもなく果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えてあの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオーンのカモは私たちから離れる運命にあったのだ。あなたは一回の価格に過ぎないというのに頑なに世界の運命を背負おうとする。それもいい、これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志がかのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか確かめよう。うちらがいる限りそんな結末は絶対にありえないから。
警戒して。もっと己を解き放つ反抗陽動霊落ついてないね。逃がさない。ダンス戦闘準備。の力は私と共にある。貴様らは旧世界の崩壊を前に死闘しているだけに過ぎない。希望だ。平気よ、殴ったね。マニホンの気持ちよ、気にしないで。槍先に火を、炎の襟を断ち切れ。盛り上がってるじゃん。もっと。さあ、たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。お注射の時間よ。お休み。覚悟を飲み込む。この曲は乗ってる。己を解き放つ反抗陽動霊落。希望だ。
薬の時間よ。ラン、戦闘切りした。あんな気持ちよ。気にしないで。私が守る。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。うちの出番。過去を飲み込む。盛り上がる。反抗、陽動、霊落。悪い子はおやすみ。力こそ希望だ。その程度。ダンス、戦闘準備。騙されたのか。終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか？今回の開拓、本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタシ。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ、忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫。心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。ことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレン、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのか、わからなくなるわ。
様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。理解してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード受衛官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたのブローニャ、どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのためにあんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？え、あんなタイミングで琥珀王に見られたの？偶然で済ませるにはちょっとできすぎな気がする。彼女自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。
だね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。診療所の周りに。行ってみよう。ナターシャ、オレグさん、お待たせ。戻ってきたわ。こんなに早いとは。その様子を見るに、いい知らせを持ち帰ってきたんだろう。うん、もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意じゃないし、余計なことを言ったらまずいでしょ。俺たちも戦いに参加し、その一部始終を目撃したんだ。もう全然顔色を変えないなんて、もしかして謎めいた過去を持つ人に必要なスキルなの？カカリアが、彼女がベロブルグのために。そう、分かったわ。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れは、その戦いが原因なんだな。ありがとう。君たちが上で何を経験したのかは想像もつかないけど、いい結果になってよかったわ。ところでゼーレはどこに行ったの？安心して、ゼーレなら大丈夫。ブローニャが体調を崩したから今は彼女に付き添ってるの。
そうだったのね。何はともあれ、君たちが無事でよかったわ。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘が守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強く、言ったことは必ず実行する娘だ。彼女の助けがあれば、仮想部はきっと生まれ変わることができる。うん、そうだ、ブローニャから伝言を預かってるの。もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるようになるってさ。自由に呼吸、そうね、それこそが私たちの願い。美月ちゃん、炭鉱君、それに君も、もう少しだけ力を貸してくれる？この希望の象徴となる知らせをみんなに伝えて、緊張をほぐしたいの。ありがとう。誰から伝えるかは君たちが決めてちょうだい。他の人は遅延に任せて。仮想部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？残りの人には私たちから伝えるわ。このまま順調にいけば、おそらくこれが遅延最後の任務になるでしょうね。大航空の方もさっきの戦闘の影響を受けてるのかな。落盤事故が起きていないといいが。たちと一緒にいるみたい。まさかまた喧嘩してる。早く様子を見に行こう。私たちの手持ちの物資も多いとは言えないけど、これはあなたたちが持って行って。俺たちの物資は足りてる。それはお前たちが取っておけ。ちょっと、あんたたちまた騒ぎを起こしてるの？あなたたち、待って、それは誤解よ。さっき校区が激しく揺れて小規模な土砂崩れが発生したんだけど、たまたま居合わせた流浪者たちが助けてくれたおかげで、校区たちは無事に逃げ出すことができたの。だからどうやってお礼をすればいいか話し合ってたのよ。採掘チームの物資も潤沢ではないから。朗報？私たちと関係があるの？じゃあ真面目に聞かないとね。つまり、もうすぐ上層部と交流できるようになるってこと？信じられない。これは夢じゃないよな。こんなことが本当に起こり得るのか？夢じゃないよ。信じられないなら、ほっぺたを思いっきりつねってみればわかるでしょ。全てが以前のように戻れば、採掘チームは飢えと寒さに苦しみながら生活する必要がなくなる。あなたたちも今みたいに誰かにすがりながら尊厳を失った生活をせずに済むのよ。ありがとう、よそ者。あなたは採掘チームの救世主で、仮想部の人たちにとっての英雄よ。ナターシャに採掘チームは仕事を再開する準備を進めるって伝えてもらえる？本当にケーブルカー乗り場が解放されたら、私たちも甲府の代表を上に派遣して建造者と交渉するわ。幼児ちゃんはオブラートに包んで言ってたけど、つまり
性格を封印してもここの苦しい状況を一気に変えられるわけじゃないってことだよね。どうしよう、どんな顔してみんなに会えばいいのか急にわからなくなっちゃった。性格とは残酷なものだ。少なくとも俺たちが今までに訪れてきた星に比べればここには希望が残っている。やっぱりみんなに今の状況を説明した方がいいよね。檻を見てブローニャに伝えよう。今はこの雰囲気を壊すべきではない。時間があるときはちゃんと休むのよ。お疲れ様。みんな大丈夫だった？私としては面と向かって伝えることに大きな意味があると思うけど、あとは封鎖解除の知らせを待つだけね。ブローニャがあまりみんなを待たせないように祈ってるわ。そういえばスバローグとクラーラちゃんは守護者の一件で影響を受けたりしてないかな。大丈夫じゃないかしら。スバローグは遅延には遠慮がないけど、クラーラにはとても優しいから。でもどうしても心配なら機械集落に行って彼らを探してみるといいわ。よそ者クラーラの友達。どうやって肉眼でロボットを見分けてるの？ありがとう。よそ者クラーラを助けてくれて。どうして途切れ途切れに喋るんだろう。おそらく言語モジュールが故障しているのだろう。クラーラのところに連れて行ってもらえるか。よそ者はクラーラの友達。ついてきてほしい。来客だ、クラーラ。あ、変数の皆さん。さっき大きな揺れを感じました。上から伝わってきたんだと思います。スバローグが言うにはそれは高い確率で。計算再開。結論、造物エンジン可能性 97.66%。 造物エンジンはかつて建造者たちが使っていた土木工事用の機械だ。兵器ではない。もういいよ、どうせうちらが勝ったんだし。あの大きなロボットのおかげで性格をどうにかできたんだもん。ブローニャも上下の封鎖を解くって約束してくれたし、
これでスバローグはもううん、しばらくの間は仮想部の孫悟に悩まなくていいよね。ありがとう、美月お姉さん。ありがとう、皆さん。正直に言うと、クラーラはあまり期待していなかったんです。でも今ならいいよね、スバローグ。皆さん、他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいに、いつか遠くへ旅に出て、お友達をたくさん作りたいと思っているんです。計算結果、更新。任務ナンバー0001、仮想部の孫悟、完了。任務終了。さすがはブローニャ、仕事が早い。確かに先延ばし癖がある誰かとは違うな。そういうこと言わないでよ。君たちがこの歴史的瞬間を見逃してしまうんじゃないかと思ってたのよ。いやいや、ここまで頑張ったんだから、せっかくの打ち上げを逃したりしないよ。そうだよね、あんた。いわゆる打ち上げがどんなものかは知らないけど、フックやクラーラは君たちとの同席を拒まないと思うわ。私やオレグ、そして他の大人たちにとって、封鎖の解除は記憶の中の生活に、生きるために心配する必要のない日常に戻ることを意味する。でも封鎖されていた間に生まれた子供たちにとっては、新しい人生の始まりなの。一度でも自由の甘さを知ってしまったら、隔絶や閉鎖を受け入れることは難しい。私たちが子供時代に味わった悲劇を今の子供たちには経験してほしくないのよ。ごめんなさい、また悪い癖が出ちゃったみたい。今日みたいな記念すべき日は笑顔で迎えるべきよね。よかったら周りの人たちに話しかけてみて。みんな大喜びしてるから。みんなの準備が整ったら一緒に家に帰りましょう。やっと、やっとケーブルカー運転手としての仕事を再開できる。一生コークに閉じ込められたままかと思った。あ、君たち、仮想部の救世主たち。封鎖解除後の初めての運行が君たちのためだなんて光栄だよ。あ、それは勘弁してくれないかな、お嬢さん。ずっと免許証を更新したかったんだけど、仮想部は十数年も封鎖されていたから。それはそうと、ケーブルカーに乗る準備はできたかい？こんにちは、仮想部の皆様、急いでご乗車ください。まもなくケーブルカーの運行が再開いたします。あの青い天井、すっごく広いな。
あれは天井じゃないわ、フック。あれはね、空っていうのよ。ここが上層部ですか。空気の匂いが下層部と違いますね。鉄や地髄粉塵の匂いがほとんどしないだろう。大きく息を吸ってみろ。これが自由に呼吸するということだ。まさか生きて上層部に戻れるなんてな。下層部にいた十数年間、本当にいろいろなことがあった。そうだろう、ナターシャ。ケーブルカーに乗っている間はこれからのことで頭がいっぱいだったのに、今はただどこかに座って行き交う人々をぼんやりと眺めながら一日を過ごしたい。この安寧を楽しもう。俺たちにはその資格がある。ジェパードじゃん。うちらの出迎えに来てくれたのかな。あ、公務に出られるということはそれほど重傷ではなかったようだな。しないとね。開拓者、改めてようこそ行政区。開拓者、この星でそう呼ばれたのは初めてだよ。より礼節を重んじた呼称を使うべきだと喧騒者が判断したんだ。よそ者という呼び方はやはり少し距離があるからな。禁区でのことについて改めて謝罪をさせてほしい。君たちは悪意ある人間ではなかったのに、もっと姉さんの判断を信じるべきだった。理解してくれてありがとう。もうすぐブローニャ様の就任スピーチが始まる。僕は彼女の命を受け、このことを君たちに知らせに来たんだ。え、もう準備できたの？ブローニャの体調は？あまり芳しくない。だが、ブローニャ様は一刻も早くスピーチを行い、すべての人々に納得のいく説明をしたいと固くなだった。スピーチは常冬の日の前で行われる。君たち三人にはその場で見届けてもらいたい。見て、人がたくさん集まってる。そろそろスピーチが始まるのかな。ああ、だがブローニャはまだ来ていないようだ。どこかで少し休憩しよう。
シルバーメイン整列。あ、始まりそう。まもなくブローニャランド様による就任スピーチを開始いたします。皆様ご清聴ください。ベロブルグ市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にし、この都市を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により、私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で前任の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖令のことでした。時が経ち、惨禍に気づいた彼女が後悔し始めた頃にはもうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損護するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によってこの世界は、開拓者にヤリーロ6と呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャ様にエールを送り、ベロブルグは永久に支配。それにあなたもスピーチに間に合って本当に良かった。ごめんなさい、日程に無理があるのは分かっていたんだけど、市民を待たせるわけにはいかなくて。ええ、もう大丈夫だから安心して。あの時お母様は性格の声を私の頭の中に埋め込もうとしていたの。あの感覚はまるで拷問だった。みんなが駆けつけてくれて本当に助かった。ブローニャのスピーチすっごく感動したよ。うちだったら緊張で立ってることすらできなかったかも。あれは聞こえがいい言葉でみんなを騙しただけ。美月、あなたがこんな経験をしないように祈ってる。私は常に誠実でありたい。でもそれ以上に人々の希望を損護したい。タンコ、その幼児ちゃんの出した結論、今ここで言うべきかな。ああ、俺から話そう。つまり
裂解はあまりにも深く根ざしていて、今性格を封印してもすぐに消えることはない。分かっている。私たちの祖先だって壊滅の脅威に直面しなければ危険を冒してまで性格を使うことはなかった。この世界を最悪から救うために3人とも全力を尽くしてくれた。あなたに至っては命さえも危険にさらして、私にはこれ以上は求める権利はない。それにそのベルトさんの言うことは正しいと思う。ベロブルグの運命は最終的には私たちに、ここに住む人々の手に委ねられている。なら私もリーダーとしてそれにふさわしい約束をしないと。開拓者が再びここを訪れる日まで私たちは全力を尽くすと誓う。さらに700年かかろうとも、ヤリーロ6の子供たちは星空を見上げ希望を胸に抱き続ける。さようなら友人たち。星空があなたたちの旅を損護してくれますように。ねえ、おめでとう。あんたの初めての開拓の旅はこれで無事に終わりだね。確かにこれは祝うべきことだな。2.5 点。なんで及第点にすら届いてないじゃん。俺とお前では判断基準が違う。変だ、やっぱりあんたに聞こうっと。開拓の旅が成功に終わった今の気持ちは？さすが元気いっぱいだね。行こう、列車に戻る前にもう少し記念写真を撮らなくちゃ。出発進行、もっと行政区を見て回ろう。あと700年は待ってもいいって言ってたよね。どこ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。どこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。おお、あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクララとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お姉さん。
セイバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで、クラーラここ大好きです。クラーラってば本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る、あ、思い出しました。まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。おお、いいじゃん。私のライブに来るカメラマンにもあんたの半分くらいの腕前があればよかったのに。え、クラーラこんなに背が低かったんですか？もっと高いかと。大丈夫だよ、栄養さえ取ればクラーラちゃんもタンコみたいに大きくなれるから。今のは聞かなかったことにしておく。この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別ってことで。もうここを離れるの？分かった、この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるね、クラーラ。ありがとう、セイバルお姉さん。お姉さん、ミツキお姉さん、それからタンコお兄さん、今までありがとうございました。これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ、だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。悔しいと思わないの？ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？うちはまだまだここにいたい。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。
そうですよ。あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたから良かったものの僕が主役を務める必要はない。そうでしょ。僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン？あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか。もしそうでないのなら、ああ、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。よく眠れた。うちは元気いっぱいになったよ。ちょっと、また人の真似したでしょ。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。うん、届いてたよ。それじゃ荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな薄情なやつなの？優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。三人ともお帰りなさい。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。
私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリイロ6でたまった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの。好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼児ちゃんも待ちくたびれてるよ。列車は開拓の運命を歩みながらいくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は運命としか言いようがない。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だからもし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。孫悟という強い執念のもと、ベロブルグの剣奏者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の侵食が深まるにつれ、もともともろくなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全に孫悟の運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎない孫悟の意志を見せた。その結果クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を震えたのも
あの巨大な機械を操れたのもきっとアイオンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリ色6での活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね、たとえ遥か遠く離れた場所にいても列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時にかわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょう。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから、彼らが生きている間にある程度ヤリ色6の繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題が尽きそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリ色6に与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。
しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリ色6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、ただいま。正規の安定率の測定中じゃん。邪魔をするでない。ちょっと冷たくない？空間パラメータ正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が式1に達した。発射を許可する。二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復。正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリ色6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務。特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路海域で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため、すべての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。
Thank you.